新潟から来ていただきました、自由党の野党統一候補として当選された森裕子参議院議員から訴えをいただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんばんは。自由党新潟県選挙区選出の参議院議員森裕子でございます。今お話がありました、昨年の参議院選挙、新潟ではマスコミから国家権力対森裕子、そう言われました。麻生大臣も2回来ました。あの時はイギリスが EU からの離脱を決め、国民投票が終わったその後で金融市場が大混乱、財務そして金融担当大臣は選挙の応援どころではなかったはずなんです。でも新潟県の山奥に応援に参りました。そしてさらには菅官房長官は、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか、ダッカの人質事件、あの時にまさに邦人が救出されてようとしているその時、日本版 NSC 国家安全保障会議、これが開催されておりました。菅官房長官は内閣の危機管理の要です。まさか来ると思ってませんでしたけど、なんとその NSC 国家安全保障会議をサボって菅官房長官は新潟県の選挙に応援に駆けつけました。まあ、森裕子の方がテロより怖いっていうオチがついてるんですけれども、でも私この間の決算委員会で麻生大臣にお聞きしました。あの時、去年の参議院選挙の時、国家公務員である秘書官を麻生大臣は連れてこられましたか。連れて行ってない、一言返事をいただきました。当たり前ですよ皆さん、国家公務員は政治活動をしてはいけません。選挙の応援に大臣の随行で国家公務員の秘書官がついていったら、それは国家公務員法違反なんです。でも国家公務員を選挙に連れて行った人がいます。安倍昭恵内閣総理大臣夫人です。私は 2,3 週間前、朝起きた時にそのことが急に気になって気になって、これからスピーチされる同じ希望の会ということで参議院で一緒に会派を組んでいる社民党の福島瑞穂さんにその話をしました。早速調べて、そして質問をしてくれた。分かっているだけでも3回国家公務員を入れてあちこちの選挙に回っている、あの人に一体何の資格があるんですか。わざわざ閣議決定までして私人、私人であると閣議決定をした、その安倍昭恵総理夫人には、なんと私たち国民から選ばれた国民の代表である国会議員よりも多い5人もの国家公務員の秘書がついている、そして日常的に官邸で陳情をこなしていた、その代表が森友なんですよ。森友学園のただ同然の国有地の払い下げなんです。私もいろんな方から聞かれました。ただ同然で国有地払い下げてもらうにはどうしたらいいんだ。安倍昭恵さんに頼めばいいんじゃないんですか。とんでもない私物化であります。そしてもう一つあります。今私は農林水産委員会に所属をしております。獣医学部の新設、51年ぶりにこの度新設されることになりました。たった1校だけ、それは加計学園という、安倍総理自らが腹心の友という、これはまさに安倍友事件です。医学部の新設みんな反対だった、絶対認められなかった、でも国家戦略特区っていうのを使って堂々と真正面からこの安倍友に認めてしまった。そして今治市、愛媛県などから総額100億円近い補助金、そして土地は30数億円のものがタダで
ただ同然じゃないですよ。森友学園はただ同然でした。安倍友の方にはただで提供をすでにされたんです。こんなものを許しておくわけにいきません。でも本当に皆さんのおかげで新潟県では市民とオール野党は一つ、去年の参議院選挙で私は競り勝ち、そして続く新潟県知事選挙ではたった1ヶ月しかありませんでしたけれども、我々野党のそして市民の力で柏崎刈羽原発再稼働反対、米山隆一という素晴らしい新しいリーダーを誕生させることができました。市民と野党が本気で一緒に戦えば必ず勝てる、このことを2回続けて証明したのでございます。どうか皆さん力を貸していただきたいと思います。このままでは本当にこの国が終わってしまう。共謀罪ですけど皆さん思い出してください。我々の自由党代表小沢一郎代表の陸山会事件、結局無罪でした。結局無実でした。何にもなかったんですよ。でも証拠の捏造、調書の偽造、そして検察審査官に提出した捜査報告書の捏造、今でも捜査機関はその気になれば全く無実の市民を、無辜の市民を犯罪者にすることさえできるんです。その上今度は共謀罪で、相談しただけでも、メールでやり取りしただけでも、 LINE でやり取りしただけでも犯罪を共謀したということで捕まえることができる。もうかつての戦前と一緒なんですよ。ここが正念場です。なんとかなんとか踏みとどまらなければなりません。そのためにどうか皆さんのお力を私たちに与えてください。市民とそしてオール野党は一つ。大変評判の悪い小選挙区ではありますが、我が小沢一郎自由党代表が進めてきた小選挙区制度はたった1回の選挙でまるでオセロゲームのように政権を交代することができる。どうか皆さんの力を結集してくださいますよう重ねてお願い申し上げ、私のご挨拶をさせていただきます。皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。森友君ありがとうございました。では続き